はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録、あと高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらですね、オルゾフターグリッドということで、白黒のターグリッドを使った、デッキになります。はい、まあ両面とも強いんですけど、特に裏面ですね、ターグリッドのランタン、これが非常にねこのデッキと相性がいいので、入れてみました。序盤の、除去とかが死の重み、憎しみの幻霊、ぬかるみの捕獲、まあ、ここら辺で除去とアドを稼いでいって、まあ、展開していくっていう感じなんですけども、デッキ紹介先にしておきます。死の重みが3、憎しみの幻霊が4、ぬかるみの捕獲が4、古木場の信奉者が2、習得の熟練者が4、エルズペスの悪夢が4、裏切る恵みが4、夢の巣のルールスが2、絶滅の契機が2、予言された壊滅が4、恐怖の神ターグリッドが3、平地が5、沼が5、陽光のぼりの小道が4ということで、はい、まあ、白要素が予言された壊滅だけなんですね。まあ、ルールス白といっても、まあ、黒でも出せるんで、だからまあちょっとそこら辺が、どうなのかなっていうところではありますけども、これだったらでも沼の代わりにロークスワイン城でもいいかもしれないですね。ロークスワイン城入れちゃいましょうか。ちょっと今デッキ紹介しながらであれなんですけど、ロークスワイン城を2枚ほど入れちゃいましょうか。そして沼を2枚抜くと、はい、これでいきましょう。まあ死の重み4入れたいんですけどね、他抜くカードが、まあここが難しいね。古木場の信奉者、習得の熟練者、まあここら辺が難しいところですね。まあ結構やられると嫌なカードではあるんですけど、はい、まあ早速やっていきます。はい、プレイ。さあ先行7枚でキープ。さあ土地を出してターン終了。さあ向こうはルールス、何でしょうね、ディミーア、はいはいはい、まあ反動を攻撃していきましょう。ディミーアローグっぽいですね。知能差の渇き、まあそれであれば裏切る恵み先に行きますか。はい、処罰者、その土地が欲しかったな。うわ、きつ、致命的にきつい。今のは土地が欲しかった。マーフォークの風泥棒、土地が欲しい。うわ、また土地落とされた。やばいな、土地が結構きついぞ。オッケーオッケー、土地来ましたね。それじゃあ予言された壊滅からいきます。さあもう一枚土地が欲しい。もう一枚土地があれば2回行動ができるんで、しかしこの平地が伸びられるときついね。基本ほぼほぼ黒タンなんでね。わあ、そうくるか。まあ裏切る恵みを使って、
土地を引いて習得の熟練者、それでいきましょうか。おお、マジか。とことん土地引かんで、ね、ちょっと今のは絶望的だな。いやー厳しいわ。さすがにちょっと土地を引かなさすぎる。向こうがルールストーここら辺出してくるということであれば対応はしやすいですけどね。ただやっぱり土地引いてほしいね。嫌な事故り方だな。さあ相手はまあこのターンはもう、うわ、動いてこないっていうことでしょうけど、うわちょっともうなんか泣きそうだなこれ。習得の熟練者、お、ここで水難、まあどっちにしても変わらんか。手札を見せたくないってことですかね。塵へのしがみつき、空飛ぶ思考盗み、なぜそれを出したかですね。反動捨てたくなかったってことか。まあでもこれ捨てりゃいいような気もしますけど。はい、ルールス。やっぱでも沼引かないことにはちょっとこれは勝負になってないですね。はい、処罰者。そろそろ沼を引いてほしいな。オッケー、やっと沼が来た。まあ一応ぬかるみの捕獲を先にというか、そうか、エルズペスの悪夢が使えないんだね。ぬかるみの捕獲、はい、水難、まあここまでは、はい、死の重み。さあこれでターン終了。はい、空飛ぶ思考盗み、もう一枚土地が欲しい、もう一枚土地が欲しい。沼が欲しい、沼が。なぜあまり入ってない平地がこんなに伸びるかだよね。さあエルズペスの悪夢、さあ向こうはカウンターがもうなさそうですね。もう一体空飛ぶ思考盗みとか出てきたらちょっとかなりきついですけど、塵へのしがみつき、はいはいはい、はい、死の重み。さあこれでターン終了。さあ次のターン
ダーグリッド、これを出して、このランタンの方ですね、出していけば勝てるんじゃないかなとは思います。まあ嫌なのが塵へのしがみつきでカウンターとか引かれてくるのが結構嫌ですけど、まあまあそれはどうしようもないね。さあバントレス城、さあ相手のハンドを見る。よし、沼を引いてきた。ちょっと遅いですけど、パクるか。さあランタン、まあ慎重に行くんだったらこっちが立ったかな。もう一回エルズベスの悪夢打っとけば、まあ確実に塵へのしがみつきも回避できましたんで。お、ただバントレス城できましたね。ってことはまあもう着地ができたと。一旦終了。こうなるとローグはきついじゃないかな。まあ今更ドローしても、さあどうする。もうこっからはでも土地をもっと引いてほしいな。お、土地出してくれましたね。心を一つに、はい。ちょっと相手のハンドが増えてきた。さあランタン起動。ただまだライフがあるのがね。さあ墓地を追放。まあこの今のうちにちょっともう一発ランタン使っておきましょう。さあエルズペスの悪夢。さあ次のターンさらに反動を削りに行く。次のターンは土地が欲しいかな。ただ相手の反動なんでしょう。無情な行動、普通に除去されましたね。さあ相手の反動を見る。湖での水難。いやーここまあここで使えか。まあ寓話の小道捨てられそうですけど、エルズペスの悪夢。はい、湖での水難。
予言された壊滅。泥、土地か、まあ土地でもいいですけど。知能差の乾き。お、これはでもかなり強いですね、こうなってくると。さあ3点ダメージ。さあアンタップ。はい、3点ダメージ。この消耗戦の終盤で異常に強いね、これ。無条件で3点飛びますからね。さあこっから相手は多分もうどうしようもないんじゃないかな。さあ風泥棒。さあどうする、生贄に捧げるか。ただ生贄に捧げても、さあ3点ダメージ。はい、対戦ありがとうございました。さあ対戦相手が先行。はい、7枚でキープ。まあエンチャント引いてほしいね、除去するエンチャント。そしたら急に回り出すような気がする。お相手マリガン2回。憎しみの源霊。向こうは巨人かな。まあ殴ります。アタック。憎しみの源霊。そうなるとこのエルズベスの悪夢が多分ね、あんまり役に立たんので、次のターン出してしまってもいいかな。反動攻撃しに行きたい。ああ、こうなったら裏切る恵みの方がいいですね。さあアタック。さあ3枚カードを引く。かなり厳しい。まあ相手が展開してこないんであれば、予言されたと思ったら、これ黒が入ってんのか。何のデッキでしょう。巨人ではないのかな。バルキー。あ、なるほど。あ、そういうデッキでしたか。はい、8点。さあ予言された壊滅。さあアタック。まあその手のデッキはあんまり連続で、後続が続かないんでね、なんとかなりましたね。さあ先行。まあ7枚でキープしましょうか。まあ1枚土地引いてくれれば、裏切る恵み打っていけるかなっていう感じですね。さあ習得の熟練者。次のターン土地が欲しいな。できたら沼が欲しいな。おっと、
珍しいカード入ってますね。堅牢な盾仲間。ランク戦ではあんまり見ない。あ、で、しかも出てきた。しかもなんか除去ができるっていうのが面白いっすね。3だったらなんとかなる。サダック。しかし土地を引かないとちょっと厳しいか。ちょっとデッキタイプがわからないですけど、小人が出てきた。はい、土地が来た。まあ、先に裏切る恵み行きます。はい、攻撃しない。予言された壊滅が欲しいところですけど。持続のルーン。速度のルーン。3-2が殴ってきた。はい、ブロックしない。土地を出す。ぬかるみの捕獲。さあ、アタック。ターン終了。ルーン北への勇者。さあ、速度のルーンが墓地から回収されたのかな。はい、33殴ってくる。さあ、憎しみの源霊。ぬかるみの捕獲。さあ、こちらもちょっと回り始めてくれましたね。もう予言された壊滅来ましたね。はい、アタック。ターン終了。さあ、これで盤面作っていけるかな。まあ、相手もハンドがね、5枚あるんで、なんか一撃必殺のコンボとかあると非常にね、怖いんですけども。一応なんか最終嵐の伝令とかで殴ってきたりとかいうパターンあったりするかな。ほうほう。なるほど。はい、予言された壊滅。さあ、アタック。ターン終了。まあ、地味に反魂が助かるね。これ最後がハルバールを手札に持ってこれるとですね。それか装備品カード。なるほど。しかし予言された壊滅がある中での展開はほぼほぼ無理じゃないかな。はい、ぬかるみの捕獲。憎しみの源霊、裏切る恵み。お、ちょっと引きが悪いな。さあ、予言された壊滅。さあ、ハルバール持ってくるか、これをもう一枚出していくかの選択ですね。どちら残していきますかね。ハルバールを持ってくる。
しかしこのターン向こうはパーマネントの展開がしにくい。あ、そっか、これは関係ないのか。1の能力は別になくなっても消えないんだね。まあ、3マナ33速攻と考えるとまあ弱くはないか。まあ、でも実質4マナになるけどね。53。はい、ブロックしない。さあ、裏切る恵み。どうする。土地を出して、ターグリッド出します。はい、攻撃しない。さあ、速度のルーンが戻ってきた。カードを引く。ハルバールが普通に出た。はい、キラキラするすべて。いや、なかなか怖いな。二段攻撃か。なんか移動させる？移動はさせないね。はい。それじゃあブロック。はい、生贄が、速度のルーンつけたのでもいいけど、いいか、速度のルーン生贄に捧げます。おっと、土地しか引かない。はい、絶滅のケーキ。偶数。威迫持ってますね。はい、1体でアタック。ターン終了。さあ、キラキラするすべてをつけて56になる。こいつらがエンチャントなの偉いね。憎しみの源霊が。さあ、実行。影槍を持ってくる。はい、影槍がついて54か。まあ、それでも殴ってはこれない。警戒トランプル反魂。殴ってくるか。はいはいはい。であればブロック。あ、手札に帰っていくってことか。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープします。向こうはルールス、ディミーアかな、なんでしょう、ディミーアっぽいな。うわー、ローグか。ローグっていうか、もうディミーアローグなの分かってるけど、カニが入ってるタイプですね。
カニはね、除去がしにくいんだ。カニさんは除去がしにくい。ただね、ワンチャン殴ったら、あ、でも殴ったら瞬速で出てきてブロックされるか。そのパターンあるね。まあそれでも殴っていくか。さあこれが通ればすごくアドが稼げる。うん、きっついな。まあ、あとはルールスですね。ルールスが通ればっていう感じですね。おお、落ちるカードはなかなかえぐい。なるほど。ぬかるみの捕獲。カードが入ってるか。ランドへの突入。さあカニが出た。さあ削られた。はい、風泥棒。まあその2マナがね、カウンターは構えてるんでしょうけど。はい、裏切る恵み。さあ3枚引く。両方アタック。まあブロックしてドローですかね。さあカニがブロックしてこなかったですね。警戒してますね。さあもう一体カニ。さあ相手の反動を壊したい。さあ古木場の信奉者。まあ向こうにとったら致命的なのがエルズペスの悪夢でしょうけど、どこで出すかだな。もう一体出すか。はい、信奉者。さあアタック。さあ黒マラが1個立ってるとなかなか向こうもブロックしづらいですね。さあルールスが切った。とりあえず様子見でぬかるみの捕獲。お、カウンターがあるか。湖での水難。まあまあそうでしょう。本命がしかしこちら。さあエルズペスの悪夢。さあアタック。さあ次のターンルールスプラス1マナ使ってなんかしてくると思うんで、カウンターされない状態でルールスでエンチャントつけていきます。
さすがにルールス出してきて、カニか、こっち風泥棒か。おお、物語への没入か。まあ、次のターンハンド見れるんで、それほど怖くはないですね。クリーチャーが結構いるね。まああんまり関係ないけど。はい、ルールス。ぬかるみの捕獲。さあ2枚引く。 まさかの土地土地。さあアタック。さあブロックできるか。ブロックしてきましたね。はい、ターン終了。さあ、ぬかるみの捕獲がめちゃくちゃ強いぞ。おお、マジか。ここで知能差の乾き引くか。いい引きしてますね。さあ、墓地を追放。さらに、これは強い。予言されたか、じゃなかった。そうだ、予言された壊滅。そしてフルパン。さあ、どうする？相打ち取ってきますかね。相打ちを取ってきた。予言された壊滅でカニを破壊して、さあ向こうこのターンなんか出してきますかね。はい、ルールス。さあ、裏切る恵みがやっとなくなった。いいですね。ぬかるみの捕獲。さあ、ツードロー。わあ、土地めっちゃ引くんだね。さあ、予言された壊滅。さあ、ダック。え、ターン終了。とりあえず思考盗みは出さないと。はい、思考盗み来ましたね。そしてこいつらが生贄に捧げられる。かつブロッカーも出さないと。はい、思考盗み。さあ、ランタン。はい、能力起動。はい、対戦ありがとうございました。はい、さあどうでしたか。オルゾフ・ターグリッドということなんですけども、まあ、やはり予言された壊滅とターグリッド非常に相性がいいですね。相手のパーマネントをどんどん削っていったところでこれを打ち込んでいけますので、このランタンの能力ですね。まあ、こちらの表の方のね、能力も予言された壊滅とは相性がいいんで、まあ、白黒のこういう系統のデッキであればすんなり入ってきますね。まあ、ルールスとここら辺も相性いいんで、かなり使いやすいデッキかなと思います。はい、ぜひ遊んでみてください。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。